桜山宿は、欧州街道の21番目の宿駅である。現在の栃木県大田原市桜山。桜山宿は、江戸時代、かつて、桜山城があった土地が、欧州街道きつ川宿の次の宿駅として、整備された宿場町で、下屋国那須郡にあった。天保十四年の欧州道中宿村大街町によれば、桜山宿は焼かず二十一件。 内本陣一軒、脇本陣一軒、旗子十七軒、人口四百七十三人であった。佐久山宿本陣は、井上家や村上家が務めた。木連川塾から欧州道中を北に向かうと、鶴ヶ坂を通り、曽根田に至る。曽根田では江川を橋で渡っていた。この川の手前岸には、明治天皇が行行幸した際に使用された、休憩所の石踏みが立っている。 対岸に着いた後、さらに北上すると、復元道を分岐する追い分けを経て、作山宿へと着く。桜山は下谷国の名家の一つである那須市発祥の地である。那須助高の子である、那須安隆がこの地に、作山城を築城して住まい、初めて作山市を名乗った。英六年間には、復元志向が、 作山次郎をせめて落城させ、その後元禄年間は、子孫の福原氏子孫の復元芝居が、作山次郎を修復して、入城、以後、城下町の機能を合わせ持つ宿場となる。欧州道中宿村大会長による。ありがとうございます。